カエルの怨念が、怨念。あ、あ、猫だ。あ、あ、 あって言ってばっかりだ。猫の像がある。なんちゃって。ちょっと、無視しないでよ。鬱陶しいな、こいつ。動いたよな、これ。動いたね。お、なんだ。うん、僕猫の首が動くシナリオを書いたことあるんですけど、象が動くシナリオを書いたことあるんですけど、はい、実際に動くと気持ち悪いですね。動画で見せられると。なるほどな。じゃあ、はい、片目を閉じるのがいい。うん、そうですか。閉じられないよな今。うん、閉じられないね。うん、あ、あ、こいつに片目を閉じさせるのか。いや、もう絶対食われんじゃん、こんな前通ったら。いや、ちょっと離れて通ってみるじゃん。あ、なるほど、これでね。あ、いけた。なんか、うん、あー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 、あ、ああ、怖っ。なんか目交換したりできないのかな。今アイテムがないですからね。ああ、大丈夫だった。大丈夫だった。なるほど。片目を閉じてるのがいい。閉じるのがいい。片目を閉じるか。あ、そこ入れんじゃない？入るとなんか変わるんじゃない？多分入れるんですけど。入ると。まあもうダメか。じゃあ、真ん中入ってみますね。はい。あ、片目だから、こっちで行くか。立って進めるほどの小さな穴が開いている。それ入ってってなんかボタンを押すと。怖いよ。はいはい。はい、こんなの。そういうギミックでしたね。なんか飲み込まれたりするのかなと思ったんですけど、うわ、気持ち悪い。ええー。と言ってもな、ここってことになるよな。はい。あ、まあ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 、まあ、ってことはさ、はい、やっぱり猫の像になんかすんじゃねえの。猫の像になんかできないのかな。そうですね、できないね。できないですね。アイテムも何も持ってないもんね。ないですね。そのね、左から2番目の猫の像は何もないんだ。ないですね。ないんだね。おお、毎回やってくれる。そら分かったんだけどさ。え、あ、そうなんですか。それ押すとかできない。押すのとかもできない。押すのも多分できないですね。できない。なるほど。うん、うーん、真ん中入っても同じことですよね。まあ入ってみる、試しに。はい。ブスリ。まあそうなるよね。ですね。なんかわかんないね。戻って、何かあるんですかね。戻ってみましょうか。うわ、何今の、今のはもう一回言ってみましょうか。はい。お、あれ普通だ。何だったんだろう。なんか、え、
文字みたいのが書けるものが欲しいですよね。あ、あ、カエルの恨みだよお前今のは。あそこにカエルいたんだから。そんな、こっちだってやりたくてやったわけじゃないんだ。うわー、あー、これこのままいけんじゃない、このままいくとどうなる。う、気持ち悪い、気持ち悪いだけでした。あー、なるほど。あー、あ、このなんかペンとかは取れないよな、羽ペンじゃねえ。あー、もうここは下ですもんね、カエルいないし。なんかそこは、ここではない気がしますよね。そこは死ぬ。まあそこら辺でなんとかなるんだろうな。黒猫は？黒猫はもうセーブポイントですよ。なるほど。こいつがなあ。なんて書いてあったっけ？あ、違う、それ。片目を閉じるのがいい。なるほど。片目を閉じるのがいい。もう一回壁行って。なるほど。さ、はい、これ変えられないっていう前提で考えると、はい、この真ん中にあるのが口じゃないっていう。おう、だからここは顔と顔の間で、はい、だから こことその手前のやつの間が、ここが違う、そこじゃない、そこ、はい、ここが固めなんじゃね、固め、おお、すごい、なるほど、進みましょう。すげえ、見られた今、右上の目に。あー怖い、怖っ。ああ、なるほど。なるほど。なるほど。ああ、なるほど。今のは全然わかりませんでした。なるほど。さすが。そこにもあるんだ。4つの部屋で音を鳴らせ。まずはセーブ。はい。いや、この回は静かだね。静かだね。音を鳴らせ。楽譜は青い目が見つめている。楽譜は青い目が見つめている。見つめている。かぼちゃがある。かぼちゃがいる。かぼちゃいっぱいいるな。あ、なんかトランプが置いてあるな。まあ、ひとしきり調べてみましょうかね。顔の形にくり抜かれたかぼちゃが置いてある。はい。叩く。ピン。あまりいい音はしない。トランプのカードが置いてある。12のカードには女王の絵が、13のカードには王様の絵が描かれている。うん、うん、あ、いい音がする、いい音がする。でも青い面の肖像画はないな。金髪、赤、まあ一番左が青いですよね多分。銀髪か黒髪、いや青くはないよな、目だもんな。そうですね、青い目が見つめている。この部屋じゃないかもしれないけどな。うん、ちょっと別の部屋行ってみましょうか。
どうも。はい。鏡怖いよな。怖いですね。小さなオルゴールがある。ネジが欠けている。なるほど。なるほど。あ。なりました。うん。あ、上にあれがある。オルゴールは12で鳴らせ。12？ 意味がわからんな、今のところは。そうですね。ティーカップないか。ああなんだ、びっくり箱、びっくりした。日記、日記だ。人の日記は読む。それからこの家に遊びに来た友達みんな罰した。みんなこの家に食べさせた。でもまだ足りない。うん、いやでも俺友達じゃないからさ。確かに。俺お前の友達じゃねえから。そうですよね。うん、うん、あ、あ、兵隊さん。おもちゃの銃を持った兵隊の人形。あ、おもちゃだからね。おもちゃですからね。うん、ああ、もう、これはもう鳴るでしょ。光ってる。瞳の研究という本がある。はい。来ましたね。瞳の色は人によって違うものである。はい。特に、この地方の女性の瞳の色について以下のことが分かっている。はい。彼女たちは、髪の色によってそれぞれ瞳の色が異なる。なるほど。髪の色は銀、黒、金、赤の4種類であり、こういうやつか。瞳の色は茶、緑、青、赤の4種類である。銀髪の髪の女性は赤い瞳であり、茶髪の瞳の女性は金髪か、赤髪のどちらかである。あ、以上。うん。以上ですね。髪が銀、黒、金、赤で。金、赤。瞳が茶、緑、青、赤。赤で。赤い瞳であり。銀、銀は赤。うん。で、茶は、茶は、あ、茶の瞳は金髪か赤。金髪か赤髪だと茶色の瞳。はい。違う、茶色の瞳の女性は金か赤のどちらかか。ですね。ってなると、黒髪と金髪赤髪のどちらかっていうことですかね。そうだね。青はないとは限らないから。うん。茶色の瞳の女性は金か赤のどちらかっていうだけだもんね、これだとね。そうですね。まあ、銀ではないっていうことが分かっただけだよな、これだけだと。ですね。うん、大きなグランドピアノが置かれている。あ、演奏はできない。あ、ピアノを弾く。あ、楽譜立てには何も置かれていない。なるほど。なるほど。あ、あ。そんな死に方ある？何がどうなって引き込まれたんでしょうね。そうか。ここはチェックして上か。鍵がかかっている。なるほど。はいはいはい、その部屋で音を鳴らすとそこが開くんだ。でも部屋3つですよね。あ、でも奥があるのか、うん、ということはなんか、まず楽譜じゃないか。ああ、白い紙が挟まっているのが見える。よく見つけたな、そこ。え、なんで見つかった、そこ。いや、あーあー